ディーゼルの性能ほぼ羽毛銀龍です。さあ本日なんですが、エイムズのねキャラクター評価やっていこうかなと思っておりまして、あと立ち回り解説もできればいいなと思ってます。今ね、ゴールド1ちょっと手前ぐらいまで、シルバーランク5のあとまあ 2,30 ぐらいでゴールド1いくぐらいの感じなんですが、私 の立ち位置は、ね、だいぶやり込みましたんで、まあ、そのキャラクター、まあ、ギャングの性能がなんとなく分かってきたんですよ。で今回はディーゼルですね。これクローズドベータテスト版でも使って強いなと思ってたんですが、結局結構強かった。で、評価していくんですけど、まず、立ち回りの解説動画はあのこの後やります。で、総評、まず初心者にとにかくおすすめですね。扱いやすい、とっても。で生存率がね高くなります。でね、長所なんですけど、怠慢性能がめっちゃ高いんですよ。だからね、ほぼ打ち負けしないですね。1対1になった時に打ち負けあんまりしない。で敵をキルしやすいんですよ、とっても。だから楽しいんだよね。バトロワってやっぱ相手をキルしないと楽しくないっていうとこもあるじゃないですか。だからこのキャラクターは使ってでめっちゃ倒せるんで、めっちゃ楽しい。でギャングアクションがめちゃくちゃ強い。移動距離を稼げる、プラス攻撃力が高い技になってるんですけども、後でやりますけど。なのでギャングアクションを使いこなせれば、相手のとの距離を詰めて一気に攻撃するってこともできるし、撃たれすら逃げるってこともできるんで、これね、攻守バランス取れたいいアクションだと思います。で短所なんですけども、足がめちゃくちゃ遅いんですね。だから逃げにくいです、非常に。あと金も集めにくい、足が遅いから。で体力もなくてバレットもない時には逃げにくいっていうね、感じなんですけども、これ要は1位になりにくいんですよ、このキャラクター。めちゃくちゃ相手倒せるし、結構その生存率は高いんだけども、1位取れないんですよね。このゲームってお金をとにかく一番持ってないといけないんで、これがねちょっと辛い。だやっててすごく安定する立ち回りができるけど、1位じゃなくて2位とか3位とか4位とかがめちゃくちゃ多かったなみたいなイメージでした。早速ね、立ち回り解説をやっていきましょう。さあ注目ギャング外役おじさん来ました。さあディーゼルのね立ち回り解説していきましょう。さあ今回のルートはというと、B ですね。ちょっと B ね、どこを降りたらいいかって言われても難しいんだけど、一応ねなんかお金 ATM とか極点がいっぱいいるところはなんかこの辺だと思うんですよね。いつも僕なんか B ルートだとこの辺で降りてるんですけど、まあちょっと手前だと少しね B ルートで降りる人が多くて、なかなか初動接敵して着地狩りされるとかあるんで、あんまり良くないかなと思ってます。でこれ、このギャングアクションがめちゃくちゃ強い。これこの距離を詰めながらATM も一発でぶち壊せるし、でもちろんね敵いたら結構ダメージ量稼げるんでこうひるんだりとかするし、すげえ強いです、このギャングアクションが。これを積極的にもう溜まったら速攻バンバン使っていくのが重要かなと。でいっぱい人がいるところはそうでもないんだけど、これ強すぎん、これめっちゃ強いのよ。さあとりあえずお金をね集めていきます。まずは ATM のお金を。これなんでやってるかっていうと、ギャングスキル左側にあるこのギャングスキルのゲージがお金を集めることによって溜まっていくんですよ。でギャングスキル打てないってこのゲームアドソンでしかないんですよ。なんで基本的にターゲット撃破早いな。ターゲット撃破めっちゃ早いじゃん。なんで、基本的にはそのお金を集めながらレベルを上げるっていう作業を最初はしていくんだけども、こういう風になんかね異常にねターゲット撃破早い時あるんだよね。これは多分おそらくなんですけども、エレクトラとかがターゲット撃破させて、でお金も速攻集めて、で逃げたいみたいな、逃げ切りたいみたいな、そういう感じなんだと思うんですけども、これは今多分おそらくアンチに撃たれてるんですよ。これ逃げにも使えるの、これこんな感じで逃げにも使えるっていう。今ちょっとこれはあれだな、味方に撃たれてるな。これね撃たれたら基本的には今見てないんですけど、どっから撃たれてるか確認した方がいい。あ、これアンチだね。あ、アンチじゃないか、これ味方か。だからこれやられ、これや危ないから結構こうやって逃げるっていう、このギャングアクションを使って攻撃にも防御にも使えるんですよ。これめっちゃ強いですよね。でこういうね物陰に隠れて体力回復するのも忘れないように。これ物陰のちょっとだけ手前に1ドルとこの辺、この辺に1ドルとこうやってかがんで相手から攻撃受けなくなるんで。そう、こいつかな、さっきのやられたのはこいつだと思う多分。
さあぶち殺し、ああ倒しそうだけどギリギリ、ああ惜しい惜しい。あれね、走るときジグザグに走った方がいいですね。そして今のあの帝もなんかまっすぐ走ってたじゃん。まっすぐ走ってると後ろからめっちゃ打たれるんですよ。だから走るときはジグザグになるべく走った方がいいと思いました。やっててでエリート兵めんどくさいからエリート兵倒していこう。でレベルも上げていこう。エリート兵ね結構ねあの防御力高いんで、やり合うときは覚悟した方がいいと思います。結構エリート兵に殺されるとかたまにあったから。さあしっかりめにこいつドーンやって OK。 さあこれさっき俺のこと攻撃してたじゃん。殺せ殺せ、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、ナイス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 。なんかあいつあそこで必殺技使ってたけど早くないか、必殺技使うの。さあお金をしっかりと集めて、で今もうギャングアクション、違う違う、ギャングスキルが溜まってるんですよ。もうだからあとはギャングスキルをいつ打つか、あと残り30秒、このくらいからだね意識するのは。で1位が今 50m くらいなんで、あそこ行きたいんですよね、あいつですね。あ今あ1位がめちゃくちゃお金落としましたね。じゃあそれを拾いに行く、オッケー。であとはこれを打っていいね。で周りにいる敵結構死んだ、ダメージガードを使って、あとはこれで逃げる、これで逃げる、これこのギャンギャンアクションめっちゃ強いんだよね。こんな感じで、まあ、今ちょっとうまく立ち回りましたけど、最後ちょっと運ゲーみたいなのがありましたけど、このギャングアクションがマジで強いから、逃げにも攻撃にもここぞっていうタイミングで打ってください。外役おじさん勝利きた、ね、攻めんのねマジで残り30秒くらいからで俺いいと思ってんだよね基本的には。あんま行き過ぎると良くないから、初めからさあそろそろね、そうゴールド高っ、ゴールドランク3とかいいんだけど、やばすぎるでしょ。さあゴリゴリやっていきますよ。ですね、ここはもう速攻降り、 C ルートは速攻降りがいいと思う。でここで速攻降りて、でここに極天君めっちゃいるんですよ。だからこの極天君をしっかりと、あそれ違う、極天君を倒して、まずこっちでしょ、で左がいるから、これも倒していく。でこれで一気にレベル3でね、ATM ここに、あ壊されてんな、なるほど。じゃあギャングアクションで飛んでっていく、 OK。 でこれでこのお金を集めてギャングスキルを貯めながら、ここで極的を倒していく、レベル 4OK。 まあそこそこ順調っすね。この C ルートは結構安定するんだよね、立ち回りが。さあ届かねえや、このギャングアクションめっちゃ強いっしょ。このギャングアクションがあるだけでこいつ使うなんか意味あんだよね。もう逃げにも攻撃にもさ、こんだけ距離稼げるとさすがに強いよね。でしかもなんか攻撃に使った場合は結構相手ひるむんで、この攻撃使うと、だからそこで飛び中にバレット攻撃評価かなんか使って、で相手ひるました上で一気にバーって攻撃するみたいなことできるから、めっちゃ強いと思うわ。こいつはこれってボットっぽいな、わかんないけど、なんかね多分ね、ボットみたいなのもいると思うんだよね、あの時には。あの龍神感強いんだよな結構。あこれやばいですね、これやばいですね、攻撃されてる、やばいやばいやばい、混戦状態、混戦で体力回復して、やばいやばいやばい、シュ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 、危ない危ない、逃げろ。そうこれこれよ、もうなんか敵戦密集地からさ離脱できるっていうさ、このギャングアクションぶっ壊れてると思うわ。まあ、他にもねいろいろ強いのはあるんですけど、あこういう真ん中で立ち止まっちゃダメですね今。真ん中で立ち止まるとアンチとかになんかめちゃくちゃぶち殺されることあるんで、基本的には動きながらこういうところで周り見た方がいいですね。さあまずはギャング、もうだってこれギャングスキルたまるやん、これめっちゃ強いよな。コンサートさんもう残り2分でさギャングスキルたまったんだよ俺、これ早くない？めっちゃ早いと思うんだよね。なんか攻撃力が低いキャラクターとかだとギャングスキルたまんないで、ギャングスキル一生なんか、お危ない、やばい、逃げろ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 、あぶねあぶねあぶね、これ逃げにも使いのめっちゃ強いんだよなこれ。結構ギャングスキルね使わずになんかゲーム終わることあるんだよ。攻撃力が低いキャラクターだと ATM 壊すのに時間かかったりとか、レベル上げるのに手間取るみたいな。ディーゼルはほとんどないですねそれは。いいっすよいいっすよ、あー無理か、ミカド、まあこれね真ん中にはねあんま行きたくないんだよね、この1分21秒とかだと。まだ少し様子見ておきたいなみたいな感じ。さあしっかりその辺のお金を集めていく。まだ
輸送車壊れそうにないな。危ない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 。逃げろ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 。どこだ、そこだ。こっから撃ってくるのめちゃくちゃ迷惑だよな。あとあいつ体力めちゃくちゃ多いからさ、なんか殺しきれないんだよな、あの竜神みかん。クソめんどい。さあ竜神みかん殺せねえ。あ、これはじゃあちょっと一応集めましょうか。集めていく。さあ一瞬1位になっちゃったけど、これ大丈夫かな。こんなところで1位になって大丈夫なのかみたいな話はあるが、それも3位 OK。 3位ぐらいが一番いい。これ残り30秒3位とかが一番いいんだよ。これが一番狙いやすい。ディーゼルは1位を。危ない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 。これはこれはローズの必殺技なんで、これ逃げましょう。ダメージカード使って、これマジで危ないんで。残り20秒大丈夫か。ちょっと1回ここで様子見て、様子見ていく。うわ1位遠いな。これね、もう 220m は1位あの倒すの無理なんで、あとはその辺にいるやつ倒してお金集めるしかないですね。あー当たんねえか。攻撃していく。 OKOKOK で、あいつの金拾おう。あいつの金拾って、でこれ拾って、これで何位かどうかっていう話よ。もうね1位が 200m は無理なんだよね、追えないから。だから周りのやつを殺して、あこれいったんじゃない、これは一択さい。オッケーナイス、タナボタ一着きた。今のは1位が多分めっちゃ逃げてたんですよ、お金持って多分。なんでそのお金を追っていくよりは、あの周りのやつを倒していった方がディーゼルはいいです。なんでかっていうと、タイマンが強いから、あの攻撃力高いから、倒してお金を集めて最後どうかみたいな運ゲーを仕掛けた方がいいと思う。はい、足も遅いしね。はい、というわけでディーゼルの解説は以上になります。いかがでしたでしょうか。もしね参考になったよっていう方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。これからもねエイムズの動画出していきたいと思うんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。